はい、今回はたったの1500円以下で作れるオーリーバーの作り方を紹介します。で、今回使う工具はマキタのスライドソー。めっちゃ便利です。あとそれと、まあ、鉛筆 と、インパクトドライバーとボンドで、買ったのはあとマジックテープぐらいかな。それで、まあ、あと材料費と、まあ、ボンドだったり、そういうボンドは持ってたんですけど、まあ、マジックテープのオスメスだったり、その辺で1500円以下で作れてるんで、とっても安いと思います。じゃあ作り方を紹介します。で、買ったリストは後でこう書き出しますんで、参考にしてみてください。で、まあ、パッと作りましょう。で、こいつがすごいんですよ。作業風景も流すっていうか撮るんで、ぜひ見てください。スライドソー の、 あの性能も参考になると思います。スライドソーを使うときは、まあ、丸のごと一緒でなるべくゆっくりカットしましょう。あまり早いとこバーンって弾かれちゃうんで危ないです。で、まあ自分、まあ、CAD とか使える人だったらちゃんと考えて作るんだろうけど、自分はいつも頭で考えて、図面はここにしかないです。で、今回買った材料は 2×4 が1本と 1×4、 2本だけですね。でお店によってやっぱ材木値段とか違うんで、まあ、そこは多少値段の差は出てくるとは思うんですけど、まあ、今回は、まあ、目安の1500円、本当は1000円で作りたかったんですけど、思ったより材料が安かったんでつい買ってごまかしましたね。で、作ろうとしてるのは、イメージとしては棒高跳びのバーとかそういうのをイメージしてもらえればいいと思います。まあ、ざっくりですけど足部分ができたんで、これでバランスが取れるのかちょっと分かんないけど、とりあえずイメージは全部頭の中しかないんで、ぶっつけ本番です。で、今回はまあ、これ 2×4 が 1m82cm あるから、半分でしても90ちょいあるんだけど、まあ90なんで飛ぶことはもう二度と、もう昔もないんですけど、80飛べたことがあるかないかだと思うんで、まあ今回は80までのバーにしようと思ってます。で、イメージとしては1本目の足は、まあ、足はこんな形にして両サイドからビス打って止める予定です。で、これで結構バランスは取れると思うんですけど、この余った部分を、まあ、ここにつければさらに安定がいいんじゃないかなと思います。で、ここにバーがつくんで、バーが当たった時にどちらかというとこうこけるよりもこっちにこけることが多いと思うんで、これを少し内側寄りにするとまあ、こけにくいかと思うんですけど、まあ、幅が 1m20 にしてるんで、ダブルコーンよりもだいぶあるから引っかかることはないと思うんですけど、足がやっぱり心配だったら真ん中センターとかにする。これだけでもこけないと思うんですけどね、なかなか風吹いたりしなかったり、まあ、一応でもこれはタコをつける予定です。で、この余った部分をここに差し込んでしまえば、ちょうどこれをつける時の、固定箇所にもなると思うもんで便利です。じゃあこれ半分に切ります。はい、これで材料作りは完了です。まあ、今回カットした材料ですね、1×4 45センチが4つ、 1m82 から、まあ、4つ取れるんで4つ、まあ、1本だけちょっと端数で若干長いんですけど、足部分なんで関係ないんでこのまま使います。で、まあ、バランス取るための
30センチ2本と、120センチの飛び越す部分のバーですね。バーがこれ1メーター82だったのを30センチずつ切ったんで、だいたいまあ120センチぐらいの幅のバーができます。で、高さ部分は 2×4 を、1メーター82を半分に切ったつもりだったけど、違う、80センチ2本とまあ10センチちょいの部品が2個、今回はこういうふうに用意してます。で、丸ノコがないとか、まあ、スライドソーとかなかなか持ってない人多いんで、そういった方はもうホームセンターでカットしてもらった方が早いですね。安いし正確だし、あるんだったらまあ自分でやるのもいいんですけど、ない場合はまあ指切ったりするリスクもあるんで、ホームセンターでカットしてもらうと作業は簡単です。じゃあ組み立ての方に行きましょうかね。で、まあ、ちょっと話は別なんですけど、これスライドソーですね。今度ゆっくりスライドソーの使い方はお伝えしたいと思います。こいつはすごいんで紹介したい工具の一つなんですけど、今回まっすぐしか切ってないんであんまり凄さが伝わんないんで、次回何かちょっと面白いものを工作しようと思うんで、その時にじっくりと紹介します。じゃあ作りましょう。じゃあもう外で使うようなやつなんで、あんまり下穴とか切りでする必要もないんですけど、今回はまあ 1×4 なんで薄いんで、端っこの方だけでも穴を開けとこうと思います。で、今回はちょっと短いビスがないんで、ちょうど 75mm でギリギリっぽいんで、ぴったりで作っていきます。これいいですよ、このスター M の切りのセット。まあ、今回はいらないかなせっかく前回紹介したんで、せっかくだから使ってみても。で、この足ですね、この足を2本作ります、まあ、今後のスケーターって分かんないんですけど、古いスケーターって結構こういうものづくりできるんですよ。日本ってセクションがなかったりするんで、作るしかなくて、作ってるうちにものづくりが上手になってるんですよね。で、結構スケーターってものづくりできる人が多くて、だから今後、まあ、都会の方ってパークが増えたんで、そういう人が減るかなとは思うんですけど、基本的にものづくり好きな人が多いんで、だから自分のサイトもものづくりとスケボーなんですよね。で、足が2つ完成しました。まあ、木なんで若干の歪みがあるんで、まあそれなのでもう一歩こういう足を用意してます。で、もうここはもう端っこじゃないんで割れることが少ないんで、もうこのままいきます。はい、足が2つできましたね。これでバーがこう真ん中に来るんですけど、これをつけるのがマジックテープ。マジックテープだと高さが本当に自由自在なんで、まあ、でも今回足下まで行かないようにしちゃったんで、一番低くても20センチぐらいかな。これを細くするのも手なんですけど、材料が10円しか変わんなかったんで、 1×4 と 1×3 が10円の差だったんで、太い方がいいなって、これで買ってます。で、前回作った時これをタッカーで留めたんですけど、ガンタッカーだとちょいちょい外れるんで、今回ボンドも使ってみようと思います。で、今回このマジックテープも長さ全
考えずに買ったんで、長めに買ったんで、こんだけ余っちゃったんで、これ余りを考えると、まあやっぱり1000円ぐらいで作ろうと思えば1000円で作れますね。まあでもまあ1500円でも安いんで、コーンでやるのは日本結構主流なんですけど、コーンだと高さって2パターン、まあダブルコーンと縦コーンと、まあちょっと斜め掛けとかしかできないんで、これだと高さ本当にもう1センチ単位でも変えていけるんで、こうステップアップがやりやすいと思います。はい、ほぼ完成ですね。あとはボンドが乾いたら、ちょっと幅が違うけど、まあ、こういうふうに止まって、失敗したらこうパンって落ちるようになるんですけど、まだちょっとボンドが乾いてないんで待ちましょう。乾いたら後で30分ぐらい乾くと思うんで、乾いたらちょっとまあ飛んでみましょう。で一応、まあ、ローカルスポットに置いとこうと思うんで、ビギナー用におまけで一番下もつけてるんで、この高さから一応できますね。10センチちょっとかな。まず乾いてもらわなきゃ。で前回やって思ったんですけど、これ結構上手い人がやって落とす分は割れないんですけど、飛び越しきらない人がやっていくと、こう叩きつけて板が割れてくるんで、まあ昔のあのプラスチックのマスコットバットじゃないけど、ビニールテープぐるぐる巻きとか、今回あの布テープ買ってきたんで布テープ巻いとく予定なんですけど、そしたら裂けていかないんで、ちょっと長持ちするかなと思ってます。本当は今日この部分は段ボールがあったんで、段ボールにマジックテープつけてやろうと思ってたんですけど、でビニールかなんか巻いとけば雨でもほったらかしていけるかなと思ったけど、木が200円もしなかったんで、じゃあ木でいこうっていう風に今回これになりましたんで、だからそういうところもなんかある材料、靴ひもにちょっとガムテープで、まあマジックテープつけるとこ作って、靴ひもとかでやってもいいと思うし、で自分はこう飛ぶとき下があった方がいいんで、いらなくなった T シャツとかでやるとかいうのも手だと思います。これから布テープを巻いて、あとはボンドが乾いたら作業終了です。で乾くまでの間、今日は夏野菜を植えますスケタは何でもやっちゃいます。いっぱいあります。じゃあ、あと飛ぶところを、飛ぶとこ、ミスるとこを見せるんで、ちょっと乾くまで他の作業をやります。じゃあ、はい、完成したオリバー、友達が命名したのオリバーまあこれ今からちょっと飛んでいって、まあ確実に50センチぐらい落ちるんですけど、それでちゃんと機能するっていうのを実験します。まずは10センチからウォーミングアップで、順調に来てます。次30、40センチに上げます。
5センチ、5センチアップでいこう。45で。さあ次が今日の木曜の50センチ。意外といけてます。じゃあ55。60です。そろそろ落ちるかな。ついに外れました。これですよ、これ。こういう風に外れるんで、まあ全然失敗しても危なくないんで、いい練習になると思います。さっき60だった。1回飛べたらもう1回飛んでちょっとだけ上げてみます。だいぶ高くなりました。70いけるかな。練習します。まあ試しに飛んでみた結果、ちゃんとマジックテープ機能するんで良かったと思います。皆さんもぜひ作ってみてください。ちょっとまあ付けたのが木工ボンドだったんで付きが悪いのか、まあもうちょっとタッカーで止めて固定すれば大丈夫かなと思うんですけど、まあここはちょっといろいろ試行錯誤していこうと思います。まあ思ったより飛べたんでちょっと嬉しいです。でまあ折りあんまりしてないんで本当板離れて汚かったんですけど、ちょっともうちょっと練習して折りのハウトゥーもやりたいなと思ってきたんで頑張ります。でやりたいトリックとしては、まあ飛び出しバンクの差し折りとか好きなんで、天気がいい週末が来たら取りに行こうと思うんですけど、まあもしくは仕事の後直接撮影に行こうと思います。で今日飛べた理由の一つとして、最近板インチアップしたんですけど、 8.0 から 8.25 に変えたんですけど、その時にトラックをベンチャーのなんだっけ、チタニウム一番軽いやつ、財力に物を言わせました。1万2000円ぐらいしたけど、まあ脚力落ちたんで物に頼りたくて買ってみたんですけど、すごいです。めっちゃ軽いで、昔まだ体力があった時 8.25 にした時はトレとか横回転が回しきらなかったんですけど、今回軽いおかげか 8.25 でもトレが回って、まあ、乗れることができたんですごい満足してます。あとはどれぐらい強度があるかっていうのは使っていってみないと分かんないんですけど、すごいおすすめですね。今度ちょっと使って回したりするトリックでちょっと紹介したいと思います。今日は触りだけで、じゃあまあ、今後もいろいろものづくりだったり、ボックスは作る機会はちょっと当分ないんですけど、いろいろ作ったり自分がトリックしたりいろいろやっていくんで、でまあ、チャンネル登録忘れずにお願いします。で、よかったなと思ったらいいねをお願いします。で、こんなの作ってみてよとか、こういうのしたいけど、作るのアイデアないかなとか、何かあれば
コメントもらえれば考えて作ってみます。まあ、物考えて作る好きなんで、ぜひこういうの作ってくれよっていうのをコメント待ってます。じゃあありがとう。